ちょっと止めて。誰がジジイの朝のルーティーンの中に興味あんねんな。あんまね、おまけになんかかっこええようにとって。本当はあれちゃうん、トイレで平行いてるんちゃうんかいな。いや、ちょっと作り込んだんバレました。はい、普段はねこういった感じのお茶漬け食べてます。はい、皆さんこんにちは、ジジイです。今日は午前中に、免許証の更新があったんでね、それを済ませて、ちょっとね、琵琶湖沿いなんで、昼飯を琵琶湖で食べようかな、いうことで、はい、準備してきました。はい、今免許証見てるんですけども、平成36年まで。はい、平成も終わりやのにね、免許証は36年になってますわ。はい、そんなんでね。今日はね、ちょっとね、スパゲティですわ。4分間で茹で上がるスパゲティを使って、春の和風スパゲティ、ベーコンとね、わさび菜、それに味付けは醤油とね、本だし、カツオ風味の本だし。また歌うんかい。はい、しかしね、ちょっとおかしいなと思いません？昼飯やのに薄ぐらい。そうなんですわ。実はね、昼の撮影がね、ちょっとね、うまいこといかなくって、再度ね、夕方撮ってるんで、はい、ご了承くださいね。はい、本出しはね、半分使うんで、まずね、4分の1、はい、具材にね、振り返ってくださいね。そして、炒め終わったら、ちょっとね、横のお皿に移して、お水なんですけども、4分やいうことで、160から170、はい、それぐらいにね入れるんですが、このスノーピークのマグカップ、これがね300のやつですわ。300マグなんで、半分よりもちょっと上目安としたら、内側に電気室のね跡があるんでね、そこを目安にね、ちょっと上ぐらいがいいんちゃうかな。はい、今回はね、塩は入れてません。まあ結果ね、ちょっと入れてもよかったんかなーってね、少し思っております。はい、これがね、100グラムですわ、1人前。これを半分に折ってね、沸騰したら入れますね。今回ね、使ってる水の量は、茹で汁を捨てないいう方法なんでね、いつも通り、60から70、100ね、160から170ね、入れていってます。それと、まず最初ね、こうやって入れたら、はい、おったんは拾ってくださいね。はい。入れたらね、麺と麺がね、ちょっとひっつくんでね、全体的にちょっとほぐしてね。その後、蓋をして、水がね160でちょっと茹で汁のねいらないように作ってるので、だいたいね2分半ぐらいで蓋を開けて、様子見ながら水分をね飛ばしながら再度麺をほぐしていく工程になりますんでね、ちょっと見ててくださいね。それとさっきも言ってた通り、午前中にね免許の更新があったんで、それを済ましてきたんですけども、初めてですわ。眼鏡等の使用、メガネかけてくださいいうことでね。普通車はメガネかけなくてもいいんですけども、大型と大型2種と大型特殊免許持ってるんでね、それを運転するときはメガネをかけてください。ちょっと残念やなあいう感じですわ。今まで通りね、ゴールド免許証をねもらっていきました。あ、それと老人マーク、来年からね貼らなあかんのですわ。
もうあのデザインがね、もうかっこ悪せかっこ悪せ、もっとかっこよかったら今からでも貼ったろっちゅうねほんまに。はい、そんなんでね、今麺をほぐします。ちょっとね、下にまだ水分が残ってるんでね、水分を飛ばしながら麺がひっつかないようにね、かき混ぜていって、先ほどの本だし、それを1/4、結果、1/4/1で半分使ったことになります。はい、それを入れてね、丁寧に混ぜていって、そしてね、火から下ろして、はい、火から下ろしたらね、醤油を入れます。はい、これも適量ね、まあ少なめに入れて、味を見てからまたね、ちょっと火つけますね。はい、さっきね炒めた野菜をそしたらのしていきますね。はい、これはね2回するつもりなんでね、2人分です。それに最後は醤油に合う、無塩バター、それをのしたら完成いうことですわ。いかがでしたか、ジジイの春パスタ、参考になりました。次回もよろしく。はい、昼間の方はカルボナーラでベーコンを炒めて、レトルトパックのソースを使ったんですけども、ほとんどねちょっとピンボケになってたんで、眼鏡がいるいうことでちょっとショックやったんかな。はいはい、そんなんでね、この分はボツになっております。最後までご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンを、並びにチャンネル登録もよろしくお願いします。それとインスタグラムのフォローもよろしくお願いいたします。